こんにちは、ジャンバリドット TV 虹ひかりです。というわけで今回もなんかいろいろ調理していきたいと思うんですけど、まず材料、パプリカ、ベーコンと粗挽きポークウインナーと、これちょっと解凍しきれなかったんですけど、ブロッコリー、ブリとプチトマトです。ちょっとこれだけあったら分かんない方もいらっしゃるかと思うんですけど、今回はこちらカマンベールチーズを使ったチーズフォンデュを作りたいと思います。ただ私チーズフォンデュってこうやって作るんやみたいな感じなんで、ちょっと作れるかは分かんないんですけど、まあ、それっぽい雰囲気でね、それっぽい味を楽しめたらもう十分なんで、ちょっと今から作っていきたいんですが、まずは最初に材料の下茹でから始めたいので、お湯を沸かしながら材料切っていきたいと思います。じゃあまずはお湯を先に沸かしておきたいと思います。結構いろいろと茹でるのでちょっと多めに入れときます。火力が違う。それでちょっと沸くの待ちたいと思います。完全にほろ酔い邪魔ですよね。でもね、私の相棒なんです。そっとしといてあげてください。パプリカを、私パプリカ切んの初めてやねんな。怖い怖いって感じ。こうなってるんかって感じなんですけど、ちょっと待って、種こんなにあんの種やばい。どうやって切ってた。絶対湧いてるやん。パプリカと戦ってる間にお湯が沸けましたので、冷凍のブロッコリーから入れていきます。どんぐらい、何個ぐらいにしようか。4つとかでいいかな。4つ5つにしときます。あ、潰れたかも。いけるわ。こんなもんでいっか。よっ。結構しっかりしてるんやな、パプリカ。先にブロッコリーだけ取り出します。もう多分さすがに解凍もできてるし、いっぱい湯がいたものなので、このまま。すっごいパプリカの香り。ちょっと待って、火強い。絶対絶対に火強い。この間にウインナーでも切っとくか。好きなので3本ぐらいいっときますか。ほら、まだホットドッグに使えたじゃないですか。とこの間に、よし、パプリカいけるかな。1個食べてみよう。火が通ってるか。あー、熱い熱い。あー、怖い。うん、甘ー。パプリカ、パプリカ多いな。ほんで、おい、なんかこうやって見たらブロッコリーすごい少なく見えるな。次は入れていきますよ。本当はね、お湯沸かし直したいんですけど、もうないんですよ、水が。なのでこのまま茹でちゃいます。すいません。トマトも盛り付けよう。トマト、ヘタだけ取ったらいいか。転がるなトマトは。めっちゃ具だくさんやん。めっちゃじゃないけど、あ、間違えた。危ない危ない。ベーコンもいくつか。
ウインナーもねめっちゃ多いでしょこれ。まあみんな大好物ウインナーなんでなくなるでしょ。ブロッコリーめっちゃ少ない。ブロッコリーの少なさ異常、ウインナーの多さも異常。もうない？これが丸々入るぐらいやったらどのぐらい切ったらいいんや。何でいいんか。雑やけどいいかな。アルミホイルで器を作ります。作りました。いいよ。カマンベールチーズなんですけど、私この切れてないタイプのカマンベールチーズ初めて。すごい。これあの上のところが白カビらしくて上だけ切ります。どんぐらい。いるかな。中がね柔らかい。すごい切れないですね。柔らかすぎてどうしよう。よっ。もう失敗した。失敗したけど、あー取れん。これまだちょっと表面残ってるんですけど、柔らかすぎて多分これ以上切ろうとするとめっちゃ崩れるからやめておきます。これをアルミホイルに入れて、まあ、このまま炭火でもいいかなと思うんですけど、スキレットに入れて焼きます。入れます。まあ、焼くっていうか本当に溶かす感じにはなるんですけど、はいはい、これでちょっとチーズが溶けるのを待ちたいと思います。はい、というわけでちょっと完全には溶けきってはないんですけど、まあ、だいぶチーズもつけれる状態になってきたっていうことでフォンデュします。それじゃあ満を持していただきます。どれからいこうかな。パプリカからいきますよ。うわー、ガチのフォンデュや。すげえ。おいしい。完全体のチーズフォンデュです。なんかカマンベールチーズだけでぽくなるんかなって思ってたけど100点です。おいしい、おいしい。強いて言うなら火が怖いぐらいかな。見て、表面がちょっと溶けきってなくって、あー取れた。表面が溶けきってなくてちょっとあれなんですけど、ちょっと待って、マジでソさん OK 垂れるかも。えらいことなってますけど、うん、おいしい。カマンベールチーズ様々ですね。おいしいです。めっちゃ春とはいえちょっと日が落ちてきたら冷えるんですよね。なんでこの熱々のチーズを絡めて食べるっていうのがすっごい染みる。体に温まります。完食。というわけでごちそうさまでした。
今回は、チーズフォンデュがしたいということで、おつまみにも晩ご飯にも、ね、なるもので、スーパーに売ってるもので作ったんですけど、カマンベールが思った以上にめっちゃフォンデュで、想像以上にフォンデュやったんで、なんかこれからも気軽に作れそうやなと思いましたね。あとは具材も結構ね、なんか変わったものとかでもつけたりする方いらっしゃると思うんで、まあお好みでね、いろいろ具材も選べるんで飽きないかと思います。今日はお酒を飲みながらフォンデュを堪能できて、めちゃくちゃ満足な一日でした。というわけで今日もありがとうございました。ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。